エナメル感。どうもガブリです。今回紹介するスニーカーはこちらです。エアジョーダン1白水色のパテント、めっちゃドープっすね。これすげードープ。こちら箱なしで、まあ、ずいぶん前なんで忘れたんですけど、12,000〜13,000円ぐらいで買ったのかな。2003年かな、まあ、そんぐらいに発売されたんですけど、当時買ったものになります。パテントはもともと水色だったんですけど、やっぱりこう変色して若干うっすら緑感が出てきます。でこのパテントは僕が買ったのはオリジナル、そうですね、85年に白水色のオリジナルが出てたんで、白水色の復刻がその時は出てなくて、それでこう2000年前半に、こちらのね白水色が出たんで、僕らは購入しました。あとジョーダン1でパテントっていうのが結構珍しかったんで、まあ、それもあります。めっちゃドープじゃないですかこのエナメル。まあ、マジこれ鬼道スーパーミラクルドープポイントなんですけど、2001年と2003年あたりのもののジョーダン1のレトロには、キーホルダーが付いてるのが特徴ですね。じゃあ終端にはジャンプマンエアーって刺繍が入ってます。こちらのパテントの部分とこのスウッシュのパテントの部分が素材が違ってるのもあって、スウッシュは変色してない感じですね。ウィングマークがありまして、角度によってウィングマークが出ます。ヒール部分がジャンプマンの刺繍入ってます。アウトソールはこんな感じで、アウトソールがこうクリアになってるところがマジ鬼道ポイント。インソールが見えづらいですけど、ジャンプマンの白に水色のジャンプマンのプリントが入ってます。ジョーダンシリーズでパテントってのはすごい斬新で、履いてるとすごい目立つ部分なので、まあかなり僕はこのジョーダンはパテント気に入ってます。エナメル感でこう足を際立たせてたらマジ鬼ドープじゃないですか。すごい鬼ドープな一足なんで、こちら一足あってもいいのかと思います。以上です。どう